我々
弘前大学アカペラサークルベリオにやってまいりました、はい、葵というバンドです。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、我々はですね、さっき MC の方も言ってましたが、はい、今日は5人、6人っていうね、グループさんがたくさん出てきましたが、はい、我々は4人で、J-POP のバラードだったり、はい、プロのアカペラグループスムースエイスさんのカバーを中心にやっております、はいはいはい、今日は短い時間ですが、先ほどの曲を含めて4曲持ってきましたので、はいはい、ゆったりとした気持ちで今日は聴いてください。はい、はい、お願いします。1曲目にお送りしたのは中島美嘉さんで桜色舞う頃。桜は舞っちゃいましたかね。舞っちゃいましたね。舞ってるなう、舞ってるなう、舞ってるなうみたいな感じ。はい、まあ、今の季節にぴったり、もうちょっと遅れたぐらいの曲をお送りいたしました、うん、はい、続いて足早ですが2曲目に行きたいと思います。2曲目はキロロさんで、生きてこそという曲です。お聴きください。ママは確か生まれた日の空はどんな色、生きてこそという曲を聴いただきました。はい、はい、そうですね、今の曲はなんか結婚式とかで多分よく歌われる、歌わないかぴったりですね、はい、聞かれる曲で、
そう、お母さんとお父さんをこう思い浮かべながら聴いたら多分感動するだろうなみたいな曲です、ね、はい、はい、じゃあ次の曲に行きますかね。はい、はい、次の曲はですね、我々2曲、J-POP のバラードをお聴きいただきましたが、先ほど言いました通り、プロのアカペラグループスムース S さんのカバーもしておりまして、その中から1曲、今日は春ということで、そうですね、はい、桜の咲く頃にという曲を1曲お聴きいただきます。はい、それでは聴いてください、桜の咲く頃に。ワン、ツー、スリー。聞き馴染みは多分なかったかなと思うんですけど、はい、そうそう、桜餅ってね
そう、でもなんかガッポ公園の前をシュッて通りかかったんですけど今日、そしたらまだちらほら咲いてて、あ、青森市の方は咲いてるんだなと思って、弘前はもうなんかもう葉っぱですね、弘前はもう、そう、はい、まあ、弘前の桜すごく有名ですのでね、ぜひ一度、青森市の皆さんも来年来年はになるね、来年ぜひ弘前に遊びに来てほしいなと思います、はい、お願いします、はい、はい、ということで、我々ここまで3曲歌わせていただいてきましたが、はい、早いもので次で最後の曲となってしまいます、はい、我々は最後から2番目のバンドですね、そうです、そうです、はい、この道赤とイベント我々の次の曲で終わって最後鳥のバンドがありますので、はい、最後まで皆さん、はい、ぜひぜひ楽しんでいってください、はい、はい、ということで最後の曲をお送りしたいと思います、スキマスイッチさんでかなです、かなでです、聴いてください、最後に何か君に伝えたくて、
ありがとうございました。